よし、できた。これも重いしな、こんなもん言うことないですね。いいな、ちょうどいいよな。よし、ちゃんちゃんこよりも歩きやすいしな。これはぴったしだな。それで散歩に行きますかね。桜の散歩はこれで行きますかね、プランね。景色もないんですよ、うん、指一本入るし、うん、ぴったし指一本じゃあ、なんて悪いのはまた子猫ちゃん、子猫ちゃん、うん、恥ずかしさには耐えます。多分4月の10日ぐらい、満開が10日ぐらいかな。去年の桜吹雪の子猫ちゃんって呼ばれたとこですね。この格好で行きましょう。スーパーマンも M が大きかったんで、スーパーマンもM が大きかったんで XS を頼みました。もう一回リベンジで、大きすぎたんで。Thank you.
ちょっとプランで隠すか。プランでお腹を隠す。これ買ってきました。こっちか。関ぶり、関サバ、関アジ、関ぶり。関ぶりは聞いたことないな。関アジ、関サバ、関ぶり。211円。211円。乾杯はジュースで。ちょっとも飲めね。また明日。外でビール飲んできたんで、ちょっとジュースで。ジュースで乾杯。乾杯。また明日もお願いします。これをハサミで切るか。ちょっと待って。
って、ちょっとナイフ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 。美味しいわな。
買いもらったけんな、プランナー。ありがとうございます。おかげで美味しいものが食べれます。これをドローンで飛ばそうとしたんですけど、これをドローンで、ドローンで飛ばそうとしたんですけど、失敗しました。ドローン墜落。吊るして、これをドローンで吊るしてオープニングをするはずだったんですが、失敗しました。また来年リベンジします。次回の再起動の時に変えます。ありがとうございます。